ここからは地震情報にすべて切り替えて放送してまいります。川瀬県で強い揺れを感じました。翡翠市にあるスタジオでも強い揺れを感じました。身の安全を確保することを最優先にしてください。倒壊している建物には注意してください。上からの落下物に注意して身を守ってください。 おい、そこの姉ちゃん。 何か用でしょうか。 悪いな、人を探してる。この辺りで俺くらいの背丈、顔に怪我をしてる。黒い T シャツの男を見かけなかった。 それらしい男の人なら向こうへ走っていくのを見ました。 逃げ足の速いやつだ。 大きな地震だったからすぐには撤去できないかも。 生徒たちどこに行ったの。 このままじゃ私学校に戻れない。
ません。この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか？落ち着いてください。何かあったんですか？すみません。私この近くにある翡翠学院高校の教師で日賀と言います。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって。怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。とっても面倒で気が進まないけど、もし見かけたら教えてあげるわ。すみません、ありがとうございます。生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんが、お願いします。大きな地震でしたな。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は一体何をしてるんでしょうか。仕事に戻らなくていいんですか？仕事ですか。私こんな格好でビジネス街にいますが、無職なんですよ。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか？実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして毎朝家を出ます。もう1ヶ月近くこの公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。そんな彼の姿を見て、私は。気の毒だわ。もう一度頑張ってほしいな。お見苦しいところを見せてしまいました。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。恐ろしかった。
なってるんだ。頑張りますよ。頑張ってすぐにはテストできないかも。おーい！それでもおかしくないな。じゃないな。わからないな。周りの状況に注意して、お近くの公園などの開けみんなに取れないからな。入ってて、恐ろしかった。初めてよ。今外を見てきたけど、 ビルが倒れてすごかったよ。今外を見てきたけど、面接は延期だってさ。